ッドドドドドドドハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディーヤマタピンと合ってないよピンと仕事してハッピーバースデートゥーユーうん、ちっちゃい頃武器が。3年生の生徒会長、いや3年生となんか4年生の1月かな、
頭いいか芸事に進むかどっちか、どっちかだよね。自分が芸事できるってわけじゃないけど、でも芸事に進むのはな、あんまりね、賛成はしないな。男だったら賛成はしない。女の子だったら、そんなこと言ったらまた差別があるのかな。今 LGBT 法案とか通りそうですね。いろいろあるよね、あるね、よくわかんないけどね。そうだね、女の子だったら正直ね、なんか世間のイメージ的にも多分ね、別に女の子だったら高いか。とりあえず進めるからね。例えばさ、YouTuber とかやってたら高いとかって受かりやすいの、受かりにくいの関係あるの？受かりにくいんじゃない？にくいの？にくい。じゃあまあ、女の子ならでも宝塚受験はさせてみるかな。ということで、顔は出します。あ、そう、そういう結論だったんや。いきなりやな。出しなよ、もう一緒に。一緒にはいらん。おぎゃー言うた瞬間から出したって。でも、期待しないか、みんなも。もう今更いいよ。今更いい。私がめんどくさいとイライラするってだけだよね、個人的に。あるじゃん。ここに入った瞬間が映したんだよ。分別入れるのかな。今入れんじゃない、コロナ。コロナ行く。でもそれか、もう産んだら入れるか。うん、なんか、まあ、ね、産む前見たってね。いけないけど。ということで、じゃあ娘か息子か生まれたら顔を出す。どっちでも出す。途中で嫌だって言ったらどうする。モザイク料払わせたやつ。払ってよ。あ、また生活費払ってるよ。あ、すると、うん、じゃあモザイクするんやったら俺のモザイク料お支払いください。まあ、これからだから子供も大きくなるにつれて普通に自分出すってこと。うん、兄ちゃん別にその知名度とかがあってマイナスになることそんなないからね。ちょっとなんか一時買い物行きにくかったとかさ、うんうん、あったけど出したらいいんじゃない。炎上した人見たことあるけどね。ちょっと顔して、子供の顔出して子供で売り物にしてるって炎上してる人ほら多いね。人気人なんでしょ、もう人気じゃないから、そうそう、僕ら細々やってるだけやもんな、うん、あんなドカーンやってるな。はい、ということで、はい、じゃあ子供の顔出していく、はい、出していきたいと思っております。はい、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。バイバイ。最近ちょろちょろ撮ってるな。は、最近ちょろちょろ撮ってるの。こっちずっと一人で撮ってるんですよ。偉ですね。